はい、えー、っとですね、まあえー、き昨日からあのホストが始まりまして、えー、昨日初出勤だったんですが、えー、かなりたくさんのお客様に来ていただきまして、本当にありが,あのありがとうございます、えー。めちゃくちゃ盛り上がってよかったです。今、え、日、ー、ね、まだ1日目なんでね、あと5日ありますんで、えー、ぜひぜひね、あの1週間限定、えー、ということでございますので、この機会を逃さずにね。 えー、ちょっとホストぜひ、えー、来てくださいという感じでございますはいあのねちょっと本当にどうなることか分かんなかったんだけどちょっとあのー、マジでちょっと脳 <laughs> ゲスだったらどうしようみたいな感じだったんだけどもあ,ありがたいことにねあのーまあ、思った以上にたくさんの方々に来ていただいたので本当によかったなっていう感じでございますえー、はいあのーまあ、でも、ね、なかなかできない非日常の体験だと思いますのでこの機会に、えー、ぜひ、えー、ご興味がある方、えー、あのいらしていただければと思いますあとねちょっとグレーゾーンのねポスターできたんでちょっとこれ貼りましたちちょっっっね余談ばっかりになっちゃって 申し訳ないいんだけどはい、これねまだちょっとそのまああの完全に100%完成版じゃないんだけれども一応まあえー、っと。 なんだろうまあ、あ実実寸実寸サイズっていうことで、ちょっととりあえず、まあ、確認用でこれもらったやつなんだけど、えー、来たんで、ちょっと貼ってますっていう感じで、えー、はい。まあ、もう、もうじきね、多分あの、本ちゃんのやつもできるんで、えー、それができたら、ちょっと各所にね、貼っていきたいと思います。はい。そこで、前置きが長くなっちゃったんだけど、あの、小室圭さんね、あの <laughs>、小室圭さんにね、あの、文集法が炸裂ということでね、ちょっとこ、あの、今日発売ねあのしゅあのきょ、今日かなあー、いや、昨日かなわかんないけど、そう、あの、今、最新号ですこれコンビニとかで売ってるんだけど、まあ、ここにね、はい。まあ んな感じであのででかでかと <laughs> 証拠音声を公開する小室圭さんの嘘ということでねこれ何ページだ ?1 ページ2ページ3ページ4ページ5ページうーんと4ページ、えー、5ページかあーまるっと5ページあの長々とねあの記事になってお,おるわけでございますがまあざっくり内容を説明するとそのまあ小室圭さんがいそう今,今までその、まあ、なんだ えとまあ、その400万円は借金ではないみたいな、あのー、こととかを言ってたんですけどこの、まあ、お金を貸してる人あの、えー、お母さんの、えー、と元婚約,あ婚約者さんがそんなことは一、あのー、回も言ったことはないぞみたいなことをあ言ってる音声みたいなのが出てきたらしくてで、まあ、それが文春オンラインの方に載ってるらしいんでちょっとねあの興味がある方はぜひ見てみてください、うん、っていう感じで、まあ、その証拠の音声が出てきちゃったってことで、まああのーまあ嘘がめくれてしまったっていう形、まあ嘘が,嘘がめくれたっていうか、まあ、その認識、あのー、が、まあ、多分違ったって ということなわけですよね小室さんの方がその音声データをあの持ってるからこれが証拠になるみたいな話をしたんだけど向こうも音声データをあの持ってたみたいなね、うん、そういう話みたいで、うん、まあちょっと完全に泥沼化っていう感じですよね、うん、でまあなんかもうほぼほぼなんか言った言わないの話みたいな感じになっ,ちゃなってきちゃっててでもうなんか <laughs> なんだろうこれ解決どうすんのっていう感じになってきてるんだけど、まあ、僕のねあのーまあ、ちょっと喧嘩を言うとするんであれば「その文あのー、週刊文春さんね僕もね、あのー、何度か、あのーまあ、記事を書いていただいたりとかあとねこの本ね あのこの本もその、ね、あの文藝春秋社さんから出して頂い,いてるんでございますけどあの、ね、取材はねかなり綿密にありますである程度裏取りができてることじゃないとその、えー、まあ記事化とかあと、まあ、こうやって本にしたりとかしないでかなりだから事前あの,その,の,あの、まあ、調査っていうのはかなり綿密にやる印象がありますそのなんである程度裏取りが取れてでまあ確実にやっぱその、ね、こういう本とかあの記事とか訴訟になる可能性が高いからで訴訟になって、まあ、なおかつそれでもあのこれは出しても大丈夫だろうという判断をしたもの 記事にしなないわけんでそうだからまあある程度のねあああののままそ言い方とかその表現のところでかなりその過激なところはあるんだけれどもそのまあ事実ベースで見ていくと結構割とその辺の裏取りっていうのはかなりしっかり取材をしてるかなという僕は実際取材を受けた人間としてそういう印象を持ってるのでまああの大体記事の内容は大体まあそのほぼほぼまああのまあ事実に近いんではないかなというふうにあのまあ見てもいいと思います。ままあででそそんな感じ結局のののお金こ トラブルのとこがかなりもう泥沼化しちゃってきちゃっててもうど,どうすんだよって話なんだけどもあのー なんだろうね。まあ別にもう正直もうどうでもいいと思うんですよ。もうこの,あのお金貸したら貸したとかそのや貸したつもりなかったとかぶっちゃけもうそういう話ってまあどうでもいいんだけどあのーまあ、僕が一つ思うのはこのね金銭トラブルそのまあ人からまあこうやってお金を借りてもう平気な人ってやっぱその世の中に一定するいるわけですよね。まあそのどうしてもね仕方なくてあのーまあ、会社とかをやって事業が立ち行かなくなっちゃって、えーまあ、どっかから融資を受けるとかね。まああとは新規事業をあの展開するために、まあ、どっかからそのうんまあ あの一時的にちょっと、まあ、出資してもらうとか、まあ、そういうなんかその、まあ、仕事をするためとかの,、まあ、その借金っていうかあの、まあ、借り入れみたいなそれはねあの多少しょうがない部分はあると思うんですけどそれは目的がはっきりしてるからでもねこういうね生活費あの生活費の類をその、まあ、むしり取ってくる役割っていのは、ね、あの基本的に大体クズですよ、うん、僕は今までねあのいろんな人間見てきたけどやっぱりねあのこの生,活生活費をこのせがんでくるタイプの人間っていうのはねあの、まあ、ことごとくみんなクズですよはっきり言うけど、うん、で、まあ、そのなんだろうね過去、まあ、どんなやつがいたかっていうと僕 結構割とそのお金をむしり取られた経験が多々あるんでその今までね生きてきてだいたいねそうそういうやつらの特徴っていうのはそのんだろう、うん、お金をもらってることに対してのその罪悪感っていうのが全くないんですよねそのまあこの小室圭さんのそのまあお母さんと小室あの小室圭さん本人もそうだけど罪悪感が全くな,な,ないからだからその,あの28枚の文書みたいなねああいうのをまあ意見シャシャと出せちゃうわけですよねそうあれもだからその両親の呵責みたいな,なんかそういうのとかがあったら多分ねあの文書 っていうかあのね小室さんのあのあれねなんかその。 まあ、あの、延々とその釈明してた文章みたいな。ああいう文章って多分書かないと思うんですよね。多分、だから人からそのお金を借りるっていうことに対して、うん、それが当たり前だと思っちゃってるのかなっていう、やっぱ気がするかなっていう。で、まあその何人かね、僕の今までの人生の中で、あのー、まあ、その人からお金を借りすぎて、それで、まあ、破滅しちゃった人間がまあ何人かいるんだけど、あまずね、あのー、一人目は、まあマでね、あのー、借金めっちゃ作っちゃったりとかいて、で、まあ大学生の時なんだけど、まあそいつが普通に仲いい、まあ割と、まああのー、 青岳の、まあ、内部生で、まあ、割と結構その高校から仲良かったやつなんだけどあのマージャーすごい弱くてめっちゃくちゃ弱くてそれでもう負けが混んじゃってで大体あの一晩徹夜でマージャやるとそのんなんだろう、うん、まあなんかあのけ結構負けるわけよそ,うそれであの、まあ、なんか最初はなんか笑って許したんだけども、うん、なんかそのんだろうねだんだんちょっと額がおお大きすぎおもうお大きくなっちゃってそれでそのだろう首が真ん中くなっちゃっていろんなとこからつけみたいなあの感じでまあ いいろうんやってたわけなんだけどもそうあのー、なんかそういうのとかもなんか結局そのなんだろうそれがあ,のあまりにもその額が大きくなりすぎちゃってでもみんなその友達同士だから別にまあいいよみたいな感じでやってんだけどやっぱその顔を出しづらくなっちゃうわけよねそうだからその、まあ、適当に何かもう飯を奢ってくれるのでいいよとかあとそいつ車持ってたからその車でなんか送ってあの送り迎えしてくれるとかそういうんでいいよみたいな最初はそんな感じだったんだけどちょっとあまりにもそいつが負ける,負けるからそうあのー、それがなんかも多重債務者化しちゃって。 それで結局その、まあ、そいつが2年,生か2年生から3年生に上がるときに留年したんだけど、うんまあ、なんかそれをきっかけに、もうその完全にその、まあ、あのコミュニティその友達の,なんかなあの仲間うちの中から、あのまあ、その全然なか来なくなっちゃったのよねっていうかその、の多分いろんなところにいろいろ負け分のこととか言われるから、あのそれで嫌になっちゃったんだろうね、うん、っていうので、まあ、完全にだからもう高校から仲良,くな仲良かったやつなんだけど、結局そのまま大学も辞めちゃって、うん、そのまま全く連絡取れなくなったっていうやつがいた。まあ、それもやっぱ原因は ね、やっぱその、まあ、ギャンブルだったかなーっていう話で、うん あとえー、っとね、まあ、あ,のあともう一人いたのは大学でサークルの後輩であのー、まあなんかねその生活費が払えないみたいなことを言い,言い始めてでなんかあのー、7万円七万円足りないみたいなそのなんかいろいろお母さんが病気でみたいな感じでで、まあ、その割とそのサークルに長く来てたやつだったからそれ後輩だったんだけどあのー、まあなんかいいかって思って貸しちゃったのよねそう7万円そうそしたらあのサークルもう結構1年2年来てたやつだったんだけどその7万円貸したらそれか、あのー、サークルばっかりじゃってサークルに来なくなっちゃって。 でその連絡つかなくなっちゃって結局その7万円ってのいまだに返してもらってないっていうかもうそいつ自体が蒸発しちゃったからその一応大学にはいた,いたのかな大学には一応いたはいたんだけど、あのー、あ僕が卒業した後だな僕が卒業して社会人1年目ぐらいの時かなにその、まあ、当時、えー、と彼が2個下だから大学3年生かだった時とかに、あのー、その7万円ぐらい貸したんだけど結局それもう、あのー、それ以来、えーまあ、なんかコンビニでなんかその振り込んでみたいなこと言われて、まああのーまあ、別になんか真面目なやつだったからその見た感じが。 いいかなって思ってて思名前振り込んだら結局そのままトンズラで後から聞いてみたらその、まあ、塾講師のバイトをやってるそいつがで塾講師のバイトをやっててそれでその、えー、中学生に手出しちゃったみたいでそ,の、まあ、そいつが大学生であの女子中学生に手出しちゃってそれでバイトをクビにな,なってみたいなそれで金が足りなくなってであとそのパチンコめちゃめちゃやってたのかなパチンコめちゃめちゃやってたらしくてその見た目すっごい真面目な眼鏡かけて結構ガリペンみたいな見た目のやつなんだけどそうパチンコでめっちゃ借金作ってたみたいでそれで首が回んなくなっちゃってでバイトもその中学生に手出したのをバレてて。 になったからあーそれでまああの困ってね僕んところに連絡してきたらしいんだけどそうだからねまあ見た目もなんか性格もすごい真面目そうなやつだったから油断しちゃったっていうか信じちゃったっていうかまあ付き合いもそれなりに長かったしねあーでそれでまあ7万円貸したのはもうそのまま結局帰ってこなかったっていうのがあったのと、えー、まああとね まあ、あとはちょっとね、まあ、もう、ちょっとい、いまだにちょっとね、関わりがある人の話とかもあるから、ちょっと言えることを言えないことあるんだけど、基本だから、その、生活費が払えませんって言って、あの、生活費がは払えないから、その、お金をくださいみたいなことを言ってくるやつってのは、大体基本、あの、もう、総じてクズだから、うん、そういうやつとはやっぱね、基本的にかからない方がいい、本当に。あの、まあ、このままじゃ生活できませんとか、なんかそういう、あの、なんかことを言ってくるやつってのは、大体クズ、あの、基本的に。で、大体いろんなとこから借金してて、あの、結局だから、いろんなところに、お金が足りません、お金が りませんっっっっっっててててて言ず,ずっとその行って回ってそのの回やってるわけだから結局だから話聞いてみるとそのじゃあなんかそのなじゃあなんでそんなお金ないのってああのまあ、聞いたらそのまあ利子がどうとかなんとかあのこことここに返さなきゃいけないとかあとはなんかその他の人に貸しちゃってとかまあいろいろごちゃごちゃ言うんだけどさじゃあさお前それ自分で働いて返す気あんのかよってあの聞いてそやってもなんか仕事もなんかクビになっちゃってとかさいや,でもいやよくよく聞くとさいやでもそれってさ例えばじゃあ時間あるわけじゃなでてウーバーイーツとかそれやるやるやったらどうなのみたいな話とかするわけで,でそのウーバーイーツ とかあの今で需要とかめちゃめちゃあるしあの、まあ、時給もねそこそこいいわけだからそれ時間あるんだったらさウーバーイツでも何でもやってさ金稼げよっていうちょっとでもいいからさっていう話ででそういうのやらないんだよねそういうやつって大体大体やらないでそれで人からあの頼,頼ってその、まあ、誰か一人がねそういう甘やかしちゃうやつがね誰か一、あのー、人いたとしたらもうそういうとこにねずっとそのあのしゃぶりついてそれでもう骨の髄までしゃぶり尽くすわけよねあの金くれ金くれっつって、うん、っていうねあのそういう根性が腐ってるからそういうやつっていうのは大体だからその生活費が払えません系の,あの金借り あお金を借りてくるやつってのは大体クズ。大体クズだから、あのそういうやつには絶対、ね、甘やかしちゃダメ。そう。だからその、まあ、仕事で何かに挑戦したいから、その、まあ、投資してくださいとか、あのー、まあ、んか本当にだかやむを得ない事情とかあると思うんだよね。その本当にガチでやむを得ない事情とかはある、あるとは思うんだけど、基本的にはやっぱりその、うん、なんだろうね。その人に金を貸すと、基本的にはもう帰ってこないと思った方が正直いいかなと。僕は今までの経験上ね。そう。人に、あの、お金を、ま、貸したこととか、まあ、あのー、まあ、あげたこととかもあるけど、基本もうやっぱ1円も帰って 来てこないうん本当にうに、ん。っていうのがね今まで32年2年生きてきてやっぱ僕の経験則で言えるんで、うん、だからそういうやつとはあのだからとにかくもう厳しい厳しいかもしれないけどこのままじゃ人生破滅しちゃいますとか言われるかもしれない金をかす貸さないっていうのが本当にベスト、うん、あの貸さない方がいいしでもし貸す場合にはもうそれはもう上げるつもりでやってもその基本的にそれは返ってこない方がいいと思ってもう投げ捨てなんかもうあのなんかもうあのー、本当にだからもうこれは。 もうお布施をしたお布施をしたっていうかその、うん、まあ本当にまあドブに捨てたつもりでそのね金は払うつもりで、うん、まあまあもうそれでもう。 もうそいつの関係切れていいという風に、思って、ま、金を出すっていうね、そういう気持ちでいるぐらいの方がいいと思います。はい、まあ、そんな感じで、うん、まあ、ちょっとね、ま、小室さんのゲームをも,もう、なんか、これ解決のしようがないっていうか、その、ど、もうどうしようもない話。なっちゃってきてるから、あれなんだけれども、うん、やっぱ僕の経験そこからすると、この生活費を、せ、あのー、せびってくる系のやつは、まあ、ろくなやつは。いないっていうことは言えるかなっていう、まあ、そんな話です。はい、まあ、そんな感じで、今後、まあ、これ文春にね、ここまで、あの、デカレがと報道されちゃって。いや、皇室の関係でさ、ここまでずっと。 炎上し続けるる人っているってていいう話でこんなん見たことないよねっていうまあその昔の人の話とか知らないけどいやここをんか近年でね平成入ってからとかでこんなにずっと長く炎上してる人ってなかなかないよねってこれは異常事態だよねって話だからうんまあちょっとねなんか <laughs> うんまあどう収集つけるんだろうねってこれずっと一生ついて回るからねうんどっかで解決はしなきゃいけないと思うんだけどうんまあうんちょっとねうんこういうそのまあ金借りる系の人は気をつけた方がいいっていう話をまあしましたはいそんな感じです。